こんばんは、さだまさしでございます。私今鏡原のコンサートが終わりまして、東海ラジオにやってきたところなんですけどね、今日はもう、昨日の深夜から大変な騒ぎになりまして、美空ひばりさんが急に亡くなったということでね、もう何しろ昭和を代表する最高の歌い手さんであったということでもってね、もう僕は直接にひばりさんと面識があったわけではありませんけれども、やっぱりもう何しろ昭和の中では一番大きく輝いた星であったと、歌い手さんの中ではですね、まあ年齢から考えると52歳、まだまだ本当にもったいないという、そういう思いでいっぱいであります。皆さんも同じようにひばりさんのが亡くなられたということをね、ショックでこの知らせをお聞きになった方多いと思いますけどね。さて、セイヤングでございます。元気で、張り切って参りましょう。でございます。改めまして、今から20年前、昭和44年の6月3日にスタートいたしましたセイヤング、その20周年を記念してお送りしておりますスペシャル月間、今夜で第4弾、つまり最終週になったわけでございます。美濃もんたさん、中西玲さん、谷村新司さん、水沢亜紀さん、万場博文さん、そして先週は野沢那智さん、白石冬美さん、あのねのねの春野信郎さんからメッセージを頂戴しました。歴代パーソナリティ、今夜は一体どなたが登場するのでありましょうか。そしてそしてセイヤング20周年のスペシャルプレゼントをなんと200名様にご用意いたしております。最後までお聞き逃しのないように、さだまさしのセイヤング第399回、名古屋東海ラジオから午前0時半まで生放送でお送りいたします。さだまさしのセイヤング、セイヤング20周年スペシャル、この番組はハートも美味しいのトハト製菓がお送りします。薄さの中に品がある、国語祭ハーベスト第5。このところ20周年記念スペシャルということでもって、11時半以後の番組内容がね、大幅に変更になっておるけれども、この国際ハーベスト大学だけは牙城を守っとるな。守ってますね。ナイターに抑えない限りはやれるな。ナイター以外敵はない。そう、敵はナイターだけだな、こうなれば。うまい。うん、敵はナイター。うん。まずはこのコーナーでお楽しみいただこうという、国際ハーベスト大学、私総長の破れ障子ハリマロでございますね、はい、そして教授の花見浩二抜けマロです。そしてガラスの向こうの副調整室にいるのが理事長の平井ことガラス合子フリマロ、今のさんね、まあ主にこれらがこの大学を牛耳っておる。牛耳っておる。牛耳って牛耳っておる。牛耳っておる。うまい。今漢字が浮かばなかった。浮かばない。浮かばなかった、はい、牛耳っておる。牛耳。なんで牛耳だろうかな。なんで牛耳って言うか知ってるか。あ、なんだ。牛を押さえつける。何を。え、何を。違う、だから違う、ね、牛は耳を引っ張るとな、言うこと聞くんだ。本当ですか、それ。本当だよ、だから牛耳。本当ですか。本当だって、牛は耳は嫌なん、はあ、牛耳ね。馬は、ああ、馬の耳に念仏を言ってな。念仏を出せば参るっていう。ああ、それは嘘です。そうそう、それは嘘です。さて、進級方法ですけれども、いろいろ揉めておるな、なんか。ややこしいんだね。ややこしいんだな。でも、簡単なことなんですけど、うん、結構ややこしい。簡単だけどややこしいっていうのはどういうことかな。単位は3段階あるわけ。3段階、簡単です、3段階。松竹梅。松竹梅。松、竹、梅。ね。それぞれの持ち点が、松が10点、竹が5点、梅が3点。
そうですね。ね。で、10点以上が合格と。10点以上が合格。梅3つでは合格できない。できない。9点だ。そう。竹2つだと合格だ。こういうことは考えられる。梅2つを取って6点。はい。それに竹をもらって11点。11点。よし、入学進級が決まった。その1点が消える。これ一番頭のいい取り方ですね、これ。そう。いやいや。やっぱり一番いいのは待つ一発進級。まあ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 、それはありますけどね、うん。一番困ってしまうのが、梅を3つ。これで9点。9点。その次に、竹をもらう。竹もらう。14点になるが4点が消えると。こういうことですね。ほら。うん。梅3つと待つ1個っていうのも苦しいもんか。あ、梅3つと待つ1個。こは9点が消える。9点が消える。辛いものがあるね。うん、まあ仕方がない。これはもう、うんもう、これはもう、勝負というのはそういうもんだから。そんなもんですね。ね。うん。株みたいなもんですね。そう。で、今日は、阪神は、どうしたのかな阪神は、情報入ってません。あ、情報入ってない。まだ知らない方がいいと思います、僕は。あ、そう。ヤクルトは勝ちました。ヤクルトは勝ちました。ヤクルトは勝ちました。はい、ありがとうございます。本当にありがたいことですね。さて、それでは、現在までの生徒数がこちらで把握している数が68名である。おお、かなり、うん。しかしこれ潜在的にもうあと梅一つで、入学できるというやつとか。ゾロゾロいるわけだね。ゾロゾロいるわけだね。ずらっと。ずらっとね。おお、うん。それでは お便りを吟味していこうではないか。はい。今月はサービス月間であるから。サービス月間。なんか5月から、ずっと先月からずっとサービス月間である、サービスですね。まあ、しかし、スペシャル番組に挟まれてのことだから。そうですね。まあサービスしておく。サービス、もうこれまあサービス。まあとにかくまず、信者じゃない。信者じゃない。生徒を増やさなければいけないな。よし、行くぞ。千葉県八千代市、吉田歩夢。歩夢。うん。入学希望。希望しろ。僕は、最近までオパールというのは、真珠の丁寧語だと思っていた。バカなやつです。おをつけると。おをつけると何でも丁寧語だと思ってるやつがいる。ね。うん、これどうする?梅です。梅、うん、梅、入学希望だぞ。サービス月間だぞ。え?サービス月間で入学希望ってこう書いてきてる。梅か。竹ですね。竹、軽いな。軽いな。軽いな、ちょっと。よし、吉田竹。竹。続いて、これは、ペンネームに、日本丸に会いたいシマリス。意味がわからない。何やそれ。神奈川県川崎市。素朴な疑問。人が履いているパンツには何も感じないのに。人が履き終わった後のパンツはどうしてあんなに汚く感じるのでしょう。いやいやいや、これは体に触れてるか触れてないかの世界ですよ。いや、しかし履いている時のパンツには何も感じないと言って。だから触れてる時はそう汚くないんです。あ、わかった。そうじゃない、そうじゃない。何、脱いだ後ヨレッとするのがダメなんじゃないですか。あ、ヨレッと、ね、ヨレッと、あれピンと張ってたら大丈夫ですよ。ああ、そうです、そういうもんですか。 ね汗を吸ってヨレッ、ヨレね、これに汚さを。このシマリスには何を、教授。梅。入学希望なんでございますけどね。え、入学希望なんでございますよ。竹。竹ですか。竹です。じゃあ、シマリスは竹。いきなり竹。これは深いものがある。千葉県千葉市の三原竹博は入学希望。先生と生徒の会話、国語編。先生、国語の時間。はい。先生が。作者は、どんな思いで作品を書いたか。生徒、締め切り。これは深い。わかるな、これ。締め切りが、どれほどに辛いか。恐怖。恐怖。もう、とにかく、世の中の一番怖い、映画を見ても、怖い話を聞いても、私はそう怖くない。締め切り。こんなに怖い一言はない。締め切りの日。締め切りの、これは鋭い。鋭いよ。入学を許可する。許可する。三原、一発入学を許可する。素晴らしい。すごい。すごい。復活の立ち捨てと一回戦。一回戦には厳しい。対談番組にいてアナウンサーと谷村、松山、佐田の三人との会話。会話。もしも皆さんが、先生になっていらしたら、あ、松山さん、もしもの話でございますよ。もしも皆さんが、教師になっていたら、どうなっているんでしょうね。谷村。やっぱり、受け持ちのクラスの生徒たちがやけに、性知識が豊富になってるでしょうね。谷村、あ、松山。おらよ、三日だ生徒殴って首だ首。さだ、そうですね、前から2列目と3列目の子供たちが双眼鏡を持ってきてるじゃないですか。本当にわけのわからないから書いてる。一回生。一回生、うん。厳しい。厳しい。梅。梅。続いての作品は、空飛ぶ群馬ちゃん。20デイ。入学希望。あんあん
先生タイプのリスナー、つまり暗いリスナー、暗いリスナーがナイターに押された時の気持ちを映画タイトルに表した場合、映画タイトルね、うん、魔除け長いな、スターウォーズ帝国の逆襲うまい、うまい、これはうまい、うまいけれど入学希望ん、うん、何、竹竹竹竹、よし竹、桃子パンの耳になりたい、入学希望、久しぶりでございます、はい、また元気で聞いてくれておりますな、桃子パンの耳になりたい。三秒小劇場、給料袋をもらった広田が一言、薄さの中に品があるんだぞ。見たんかい、んね、うん、私は見たん、いやいやいや、私見せてない、見せてない、そう、給料袋は見せてない、うち給料袋ないもんな、ない、振り込みだろ、振り込みです、よくないよ、わざとそれを封筒に入れるんです、どれぐらいのもんか、そう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 、いいね、うん、重たいんだぞ、薄さの中に品が薄くない、厚い、絶対に縦に立たない、厚い、入学希望の桃子パンの耳になりたいには竹、竹、うん、よし、東京都板橋区の山本達子、板橋区の白い亀、入学希望ある日の八百屋のお兄ちゃんと美容院の先生との会話、かっこ実は、実は美容院の先生、あの真っ白もありますか、お兄ちゃん、は、真っ白い芋ですか笑える、これは笑える、あの真っ白もありますか、は、真っ白い芋ですか、真っ白い芋間違えそうだ、これは確かに、これはありますね、入学を許可する、許可する、一発入学が許可された白い亀、今のパターンでね、面白いなったんです、うん、僕も、そう、ジンビームと先あるんですよね、ジムビーム、ジムビームですか、あ、ジムビーム、それを、ジムビームくださいって言ったんですよ、中からおじさんが出てきて、あ、瓶ビールとか瓶ビール、瓶ビール置いてなかったですけど、そういうことはよくありますね、これは入学希望、ペンネーム、生徒番号3606、会話、男二人の会話、おい、駅前のよ、ボーリング場が3軒続けて潰れたんだってよ、ターキーか、深いもの、深いですね、かなり深いもの、入学希望、なんで深いんですか今、ねやんな、お前ボーリング得意じゃないのか、得意です僕は、ボーリングでストライクが3つ続くことをターキーと言うだろ、はい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 、言います言います、もう一回読むぞ、はい、ターキー、駅前のボーリング場が3軒続けて潰れたそうだぜ、はい、ターキーか、深い。深いだろ。深い、深い。深いよ。深い。どうする入学希望。竹。竹。竹。厳しいものがあるけれどもね。うん。そろそろ休憩行くかな？うん。では、そろそろ休み時間に行こう。休憩。今日の授業は、1時間目、パックルシーフードバーベキュー。と、2時間目、パックルバターガーリック。花子、忘れ物ないわね。はーい。お姉ちゃん、教科書忘れていっちゃったよ。カニの形の楽しいスナック。パクパク東ハトパックル。母さん、よしおまたデスコか？お父さん、デスコじゃなくてディスコでしょ？アメリカの。このポテコは美味しい。ポテコじゃなくてポテト。東ハトポテコ。あら、ポテコね。軽い塩味の東ハトポテコと投げは。さて、国際ハーベスト大学へのおはがき、どんどん紹介してまいりたいと思います。行きましょう。行きますよ。入学希望、ペンネーム、生え際の魔術師。マッサン、こんばんは。誰でも小さい頃、大きくなったら何とかになりたい、などという夢がありましたよね。ありますね。あ、僕の3歳の時の将来の夢は、お嫁さんになりたい。ちっちゃい子でいるよね、どうしても、ね、男の子でもお嫁さんになりたい。お嫁さんになりたい。お嫁さんに憧れる、。近くの家からお嫁さんが出てくると、喜んで見に行く。ね。お嫁さん。なりたいですよね。うん、お嫁さんになればね。お嫁さんにはあんまりなりたくなかったな、俺は。でも京都でね、京都でね、お嫁さんを見たことがある、自動。旅をしてて。旅をしてて、うん、お嫁さんが出てきた。うん。向こうのほら、うなぎの寝床のような土間があるじゃん。京都の建物って。あります。ね、はい、あそこの中からね、ニュルッと現れた。うなぎが。うなぎ現れない。うなぎ現れない。お嫁さんが。お嫁さんが現れた。それでね、静かにね、黒い、お嫁さん専用車。え？お嫁さん専用タクシー。なんで？知りませんか？お嫁さんと馬場さんだけが使うというタクシー。あ、あ、上、そうですか、上が。運転手さんの斜め後方の、つまり、後ろの座席のところの屋根がパカッて開く。あ、あれはお嫁さん。あれはお嫁さん専用。あ、
お嫁さんとババ。お嫁さんとババさん。そう、そこら中にババさんはいないですよ。いや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 、ババさんのために腹作った。背の高い人ですね。背の高い人、そう。お嫁さん。あれはね、でも不思議な、マッチングだったね。京都の古い街並み。うん、ちょうどあの清水さんのね、あの3年坂降りて、それから2年坂の方へずっと行く方だったけどね。撮影じゃないんですか、それ。違う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 。本物。本物本物。生。そう。生嫁。生嫁。あ、そう。そうですか。まあ、息のいい取れたてのお嫁さん。お嫁さん。これを見たことあります。これなかなか、ちなみに、デパートの建物になりたいと言ったこともあったから。一体何を考えてたんでしょう。なんでしょうね。なんでしょうね。こうデパートの建物の中に。建物の中におもちゃがいっぱいあったからじゃないですか。ああ、そうか。デパートって言うと何でもあるからね。そうそう、ドラえもんのポッケみたいに自分の中からいろんなもの飛び出して遊べる。わかる感じがする。なるほどな。ダイヤの魔術師、入学許可。許可。こういう、あの、わけのわかんないやつだね。お、キャプテン翼。ははは、ラチク。竹一個。まだ入学許可されてない。竹一個ってことは。今回竹が取れれば、入学許可で。そうだ、そうせんです。友人 M に電話したんです。M の弟が向こうの電話に出ました。お兄ちゃんいる？いらない。感じ上がりますね。お兄さんいる？いらない。言ってる。竹。あ、入学が許可された。キャプテン翼。ついに入学が許可された。これで70何人目になるな。いくらよし、よしお。1回生竹一。来てるわ。来てる。トップ走ってません？結構。結構ね、1回生竹一っていうのはトップグループだね。トップグループですよ。うん。うん。ある晴れた日の英語の時間だった。実話らしい。はい。隣に座っていた友人 S が突然、おい、千秋直美のよ、喝采ってどんな歌やったっけ？と言うんで、僕は、フリーをつけて、いつものように幕が開きと小声で歌ってやった。と先生が、はい、そこ質問ですか、ね、これは辛かったろうな、いくら。辛いわ。いくら、品川区のいくら。これはもう2回生新規を認めよう。お前学校ではまだせん方がいいですね。学校ならこれやらない。授業中には特に、いつものように。そこ何？先生言います、普通ね。ね、質問ですか？これは言うよ。ああ、すごいな。つい2回生が出たな。阿孫子市の茶畑薫。1回生竹一。トップグループ。トップグループ。先生に、今日はなんで遅刻したんだと問い詰められて、泣いたで押したからです。と答える子がいたら私は抱きしめてあげたい。そういうこと言うやつがいないんでしょうかね。いないんだろうかね。先生にギャグで返す。そう。今日はなんで遅刻したんだ。ナイターで押したからです。ああ、これはいい。今日はハーベストじゃないって怒られた。ね、よし。じゃあ2回生進級を許可するか。許可します。ね。じゃあ2回生進級を許可する茶畑薫。続いての作品。行ってみよう。これは江東区の伊藤雅恵入学希望。父と娘の会話。実は。実は。実話っていうのは笑えるからいい。来ますね、結構。その1、父。おい、かよこ、お前、ダイレクトしないのか、ダイレクト。何それ。減量のことだよ。ダイレクト。ダイレクトね。ダイレクト。ね、ダイエットっていうのは、お父さんにはそう聞こえたんだろうね。ダイレクト。うん、その2、娘。お父さん、どっか外に食べに行こうよ。父。じゃあ、ディズニー行くか。いいなぁ。絶対なお父さんですね、でも。いい。絶対なお父さんですよ。絶対なお父さん。じゃあ、ディズニー行くか。行けよって言いたいね。行けよ。ディズニー。お父さん一生懸命だもんな。お父さん、その気分だもんね。入学どうする？許可する。許可します。入学を許可する。伊藤雅也は入学が許可された。いいお父さんだ。いいお父さん。入学希望が相次いでいるな。鎌ケ谷市の相原正隆。本名で勝負してきた。ある日、サークルの部長の印鑑が急に必要となった。彼はその場に持っておらず、買ってくることになった。そして印鑑を買って帰ってきて、彼は言った。お、今、シャチホコ買ってきた。シャチホコ。シャチホコ。シャチハタやろ、それは。シャチホコ買ってくるなよ。シャチホコ買ってきた。名古屋でもなかなか売ってないな。売ってない、売ってない。うん、難しい。鎌ケ谷市の相原、入学許可。入学許可。難しい。今週はどんどん来るな。梅煮が来た。ペンネームフレディもしくはボラギノール。ってことは梅がもう一個来てもダメだ、ね、ダメ。竹が来ないとダメ。竹が来ないとダメ。ああ、そうか。
今年の新作ファッションショーにて。このスーツは上下ともに黒をベースにしたチェック柄でシンプルなデザインが特徴です。あ、続いては和風と洋風の組み合わさった大変珍しいファッションです。浴衣に革靴、そしてショルダーバッグを肩にかけるのもワンポイントです。テレビ、新聞、週刊誌と巷では話題騒然でございます。うるさいわい。ほっときくれ。これはあの、ぼやの時にいい。ほっとけ。ぼやファッション。ぼやファッション。竹。竹。竹。フレディもしくはボラギノール、ついに入学が許可。次回からは1回生00。1回生00。これ分かるな。星野幸子11歳入学希望。私のクラスの S 君はいつもじゃんけんの時後出しをするくせに負けるこういうやついる。かなりこういうやついるけど、負け癖がついてる、ね、負け癖がついてる。竹竹、流れ星シリーズ匿名希望兼業農家のアニス1回生。1回生厳しいぞ。私も流れ星が来て3回ちゃんと言えたのに叶わなかったことがある。なんですか。前から決めていたから言えてたのだ。おー、なんと言ったか、世界征服、世界征服、世界征服。そんな危ないやつ。そんなことをね、頼むからだ。そう、ごめん。続いて、これは国際ハーベスト大学係オンチュー、化身は渋谷、名前が書いてないんだ書いてないやつ、書いてないやつ、名前も何にも書いてない、書いてない。お題3秒小劇場。三省堂の辞書で紙やすりの項を引いたらサンドペーパーとあった。これだけで紙やすりがどんなものか分かるやつは偉いと思う本当にその通りだ。分からないですよね、サンドペーパー、サンドペーパー、ね、これだけど誰が書いたか分からない。誰が書いたか分からない。しかも42円のハガキでくれ、2円ハガキで、いいね、名前書かなきゃ、名前書かなきゃ、これやっぱり評価のしようがない、しようがない。だから、これは後から言ってくればいいんだ、あれは私でしたって。そう、じゃあ字でわかるからな、ええ、でこれを保存しておいて、じゃあ、ええ、とりあえず梅をあげとこう。梅あげてきましょう。梅をあげとこう、ええ、梅あげてきましょうね。まあ以上をもちましてですね、今日のハガキの吟味が終わった。終わりました。どうですか今週の出来具合は。結構来てます。面白いですよ。面白いものが来てますね、今チャンスということで、まあ、トップグループがやっぱり来てるっていう感じもしますけど、ね、やっぱりどうしてこうトップ引いてる。まだまだでもまだまだです、ね、逆転可能っていう。つまりあのおっ、おっとっとっと、下校時間の下校です。これあのあの砂嵐と同じだな、これは。そうですね、うん、砂嵐よりは柔らかいですけどねあれは本当に心臓止まりそうになりましたからね本当にね、そうだね、そうか、それでは今夜の授業はここまで。全員下校。水亀座、魚座、お羊座、東波とオルレーズンプリンセスの飯島弥生です。この間 CM の撮影でハワイに行った時、ブルの海辺へ出てみたら流れ星が一つ。みんなに愛されるスターになりたいな。オールレーズンと一緒に弥生も応援してください。東波とオールレーズン。小さい頃使っていたグローブが出てきた。確か小学校に上がるとき父にせがんだものだ。毎日のようにそのグローブを持って仲間と空き地に集まった。父とよくキャッチボールをしたグローブ。この味にはそんな思い出が詰まっている。20年経った今でも父としたキャッチボールの味がする。東波とキャラメルコーン。今日は何名かな、6名入学が許可された格好、7名入学が許可された格好になっておりますから、75名、76名、そのぐらいになって、だいぶ多くなったな。かなり来ましたね、かなり来ている、なかなか、もう潰れることないでしょう学校は、水準が上がってきたということはの、喜ばしいことだ、それで実話編がやっぱり面白い。そうですね、思いがけないこの実話編ね、今夜の流行るハーベスト大賞は竹しかもらわなかったんだけども、キャプテンツバカ、今日竹1個もらって入学が許可されたキャプテンツバカに竹だけれどもハーベスト大賞を送りたいと思う。友人 M に電話したら M の弟が出た。その時の会話、お兄ちゃんいる、いらない、あれは完璧であった。つまりもう3秒小劇場のベストね。お兄ちゃんいる、いらない、ありがとうございます。
はい、思想的なやつ。そう、このキャプテンツバカには東鳩製菓より美味しいお菓子の詰め合わせをプレゼントすることになっております。生徒数は今夜7名増えて75名、ね、75名になったわけでございます。諸君の健闘を祈る。まもなく、あ、まだ時間あるな。うん、我々もなんかだけど挑戦したような気もするね。三条衝撃場、ね、なんか1個ぐらいはね、一、ね、つぐらいはこう、あんまりたくさん言うとなんであいつが教授なんだなんて言われそうな気もするし面白くねえじゃねえかっていうね、まあ大体教授なんてもな、それも面白くないもん。人を育てるということとね、自分が上手ってことはまた別個ですもん。別個だ、そういうふうに考えれば、さあこの後大阪の皆さん、名古屋の皆さんがやってきます。皆さんを待ちましょう。名古屋の皆さん、いらっしゃいませ、毎日放送、それから東海ラジオでお聞きの皆さん、いらっしゃい、とこういうことでございます。いらっしゃいの鈴です。セイヤングも第399回を迎えました。今夜は名古屋東海ラジオからお送りしております。今月のセイヤングは20周年スペシャルプログラムでございます。今夜は第4弾、最終週になりましたよ。スペシャルプログラムの最終週、セイヤング歴代パーソナリティのメッセージはもちろん、20周年記念のスペシャルプレゼントも、これはなんと200名の方にご用意しております。最後までお聞き逃しのないように。さだまさしのセイヤング、セイヤング20周年スペシャル。この番組はハートも美味しいの東鳩製菓がお送りします。マキコ、この頃化粧が熱いんじゃないか。そうかな。ハーベストを見習いなさい。薄くて品がある。行ってきます。薄くて品があることが大事なんだぞ。薄さの中に美味しさがある、東鳩ハーベストとチョコハーベスト。問題です。アメリカのカーボーイがよく使う道具といえば、それはあの美味しい東鳩ポテトスナックと同じ名前の投げ輪です。そうです、東鳩投げ輪です。軽い塩味の東鳩投げ輪とポテコ。さて、お便り大紹介でございます。バン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 、おはがきを紹介していく、そういうコーナーでございます。このところね、20周年スペシャルプログラムということでもっておはがきを読む量が減っておりますけれどもね、これに懲りず、良いはがきはずっと私も保存しておりますんでね、どしどしおはがきお待ち申し上げております。鹿児島市の諸政直美さん、いらっしゃい。さださん、こんばんは。70歳になる近所のおじいちゃんは花を作るのが大好きです。花をね、育てたお花を毎朝のように私に届けてくれます。今の季節はアジサイ、クチナシ、たまにカタツムリさんが潜んでいたりして楽しいです。我が家には庭がありませんが、部屋の中には花瓶に季節の花があふれております。おはようとともに真心の花を届けてくれるおじいちゃんのおかげで心豊かな朝を迎えています。いいね、いいですね。花を持ってくる、花を育てて、それをみんなご近所の人に配って歩くのが、趣味なんです。なかなかね、いい趣味ですよ。なかなか、なかなかこれはね、できない趣味だ。なんこれいい趣味だ。こういう趣味っていうのは周りを幸せにしますからね。和歌山からもらいました。21歳の竹岡真紀子さん、いらっしゃい。心理テストです。あなたにとって時計とはどんな存在ですか。あなたにとって時計とはどんな存在ですか。例えば大切なものとか、いつも持っているものとか、そういう自分の中での時計の存在を言葉にしてみてください。はい、広田先生。朝起きるもの。あ、朝起こしてくれるもの。はい、はい、私の場合にはですね、私の場合には、こう手が重たいもの。ああ、軽いやつにすれば、いやいや、軽いやつでも一緒、なんとなしに手が重たくないね。さて、その言葉は自分にとっての異性異性がどういう存在を占めているかを表している。佐田さんは手が重たい、平田さんは朝起こしてくれる。
残り存在になるわけですね。なるほど。ちなみに私は不必要でした。あ、不必要、時計なんかいらない。いらない、うん、時々時計なんかいらないと思う時あるね。ないですよ。ない、ええ、時計がないとちょっと一日つらいですね。ああ、時計がないとつらい、腕時計を忘れた時とか。あ、そうかそうか、腕時計と限らなきゃいいんだ、ね、腕時計だと思ったから。ああ、なるほど。そうかそうか、そうか、壁にかけてある時計でもよかったんだ。そうですね。ああ、うん、便利っていうことやったりなんかします。危ない。危なかないですけどね。危なかない。さあ、続いての皆さんはどういう答えが出ましたでしょうかね。岐阜県からもらいました。小倉明子さん、いらっしゃい。うちの母のこと聞いてください。先日天ぷらを油で揚げておりました。母もね、父が、おう、今何揚げてるのと聞いたんです。そしたら母が背を向けたまんまで、油の加減を見ながら菜箸で油の中のものを丁寧にこう転がしながらポツリとこう言いました。ドッグフード。一瞬父、兄、私3人静まり返り、ドッグフードか。父と顔を見合わせて大爆笑。ちなみにその日のおかずはナスの天ぷら、かき揚げ、イワシの天ぷら、そしてホットドッグでした。それはお父さんびっくりするわ。お茶目な母にの私はつくづく母にで嬉しいなって心から思いました。いいわね。本当にあげてたわけじゃなかったんだ。ね、うん、実に、雰囲気、な。小岩井きやこさんは千葉県柏市。いらっしゃい。誰もが経験してると思うけど、中学高校の時、授業中、あんなに眠くてついこっくりこっくり言ってしまうのに、終わりの鐘がキーン、コーン、カーン、コーンとなると信じられないほどお目々がパッチリして、それまでぼやーっとしていた頭が、それこそ、おーまきばーわー緑と歌いたくなるほど、スカッと晴れていくのはなぜでしょう。なぜでしょうね、あれは。あれは本当に不思議ですよね。確かにそうだから、もう、眠くてこう 目がね、もう上まぶたがね、重りがついてるんじゃないかってぐらいうわーってきてね、もうグラグラするぐらい眠たいのがね、ケーンコーンカーンコーンってなる瞬間にパッと目が覚めるね。不思議ですね、あれは。不思議だね。自分でもつくづく不思議だなと思うんですけどもね。これは分析、まあ要するに授業の時は退屈なんだろうな、興味なんかないんですよね、興味がないんだよね、興味があれば比較的起きていられるんだろうけどね。ね。ディアマッサンと書いてくれてるのはペンネームネクスト山田、いらっしゃい。6月12日7時5分頃、午後7時5分頃、すごい嬉しいことがあったんですよ。その時間私は学校帰りの電車の中でした。私が友達と話をしていると、通路を挟んだ向かいの3人掛けの席に他の高校の男の子が3人座ったんです。で、私たちが何気なくその男の人たちの会話を聞いていたら、突然真ん中に座っていた男の子が、俺さだまさしが好きだなと言いながら、バッグの中からマッサンの本とカセットテープを取り出したんですよ。私、今まで私の父以外の男の人がマッサンが好きだなと言っているのを初めて聞いたんです。ね、女子校だし、それで自分でもよくわからないんだけど、なんだかすごく嬉しくなりました。その人と握手したような気分になりました。握手すらいいんだ、いい握手、握手すりゃチャンス、チャンス、チャンスよ、チャンスないよ、チャンスは二度ない、チャンスと佐田と谷村には後ろ髪がないと言われています。ですから、一度掴み損ねると永遠に、ね、すれ違ってしまう、そうか、高校生でね、最近そういう風な男の子がね、最近増えております。ありがたいことです、ありがたいことです、本当に。佐田さん聞いてくださいというのは、聞いてあげましょう。シートンは埼玉県大宮市。素敵な地名を発見しました。福島県双葉郡富岡町にあるんですけど、その名前が夜の森。夜の森って地名は。夜の森、もう広田絶対行かないよ。いや怖がるから。いや怖くないですけど、私一目見てこの地名が好きになってしまいました。本当にごく小さな区域の地名なんですけど、素敵でしょ。夜の森、いいね。なんでこの名前ついたんでしょうね。佐田さんに聞いてみよう。なんで、どういうこと。いや、なんでこんな名前夜の森っていう地名っていうのは不思議ですよね。本当だね。ねえ、これは福島県双葉郡の富岡町の郷土史家の方に伺ってみたいね。なぜ夜の森と言われるようになったのか。例えば推理はいろいろできますよね。まあね、もう昼間でも夜の森に生い茂っていた森があるとかね。つまんないもんな、それじゃ。多分それだったらつまんないよ。でも夜の森って響きがいいね。いい夜の森、
ね、なんか増村ひろしの、猫の漫画を思わせる漫画をね、うん、漫画をね、ふっと思い出してしまいましたけどね、うん、さあどん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 読んでいきたいとこういうふうに考えておりますけれどもね、鎌倉市の畑中隆二、お久々の畑中の登場です。いらっしゃい。マスさん、最近スキップっていつしました？俺つい最近したような、先週スタジオでありましたよ。あ、そうそう、スキップして、僕は先日犬の散歩の時ふとスキップをしてみたんです。いやー、何年ぶりかな。大人のスキップってなんで変なんだろうなんで変なんだろうって、うん、そうだ、やり方じゃないですか。本当に嬉しそうな顔でやれば大人だって一回照りながらこう行くから、なんか変なスキップ、本当に嬉しそうな顔でこうスキップ、街の中でデケまっかよ、そんなもんどっちやねん。デケん、やっぱりデケん、ね、そうね。素直な嬉しさの表れって大人には似合わないのかな。あ、そうかもしれない。あのね、大人たちっていうのはなんか感情を表に出すということはなんか自分の理性を疑われるようでね、あ、うん、あの感情、喜怒哀楽を素直に表に表現するってことはその分何か自分の理性が効かないっていうね、理力が人より劣っているような気がするんじゃないかな。それで何があってもうろたえず、こう紳士然としていつも常に顔色を変えないというような人が、ああ、紳士だなんて尊敬されたりするのかな、ね、うんうん、でもいいよね、スキップ。いいですよ、たまには。うん、でも最近子供でもスキップしてるのって見ない気がするな。ああ、でも子供はいるよね、時々スキップしてる子供いますね、うん、大体スキップ歩きしますもんね、うん、そう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 、黙っててもスキップになりますからね。まさか知らないことはないですよね。いや、知らないことはないと思うよ。僕は不器用な子供で最初スキップができなかった。だからできた時はちょっと嬉しかった。嬉しくてスキップするのか、スキップするのが嬉しいのか難しいところですね。難しいところだね、これ、うん、とにかくとにかく、なんか幸せなスキップもっと流行ってもいいんじゃないですかな。ああ、じゃあスキップ流行らしましょうよ。スキップ。スキップ。よーし。じゃあ、この番組のリスナーは明日一回スキップをしよう。必ずね。必ず。スキップね。聞いてるあなた。明日どっかでスキップを必ず一回してください。できない人でも努力をする。うちの山下真央先生はスキップができない人ですけども、あの人でもきっとすると思う。いや、してるんでしょうね。あ、してる。嬉しい時はこう、ふん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 って走りながらね。あ、時々、ケツまずいたように見えるのは、あれはスキップなのかもしれない。あれはスキップです。あ、そうか。ああ、先生はあれがスキップ。よし、今週の目標、どっかで一回スキップをしよう。スキップ。いや、嬉しかったらだよ。そうそうそう。嬉しいことだったら。何もないのにね、スキップしてたら、ね。うん。お知らせです。ミネソタ州、スプリングバレー。典型的な中部のカントリータウン。青い空、広がる大地、風になびく黄金の小麦。この町で生まれ育ち、そこから出たことのないような主婦たちが焼いているのは、こんなクッキーではないだろうか。伝統的なアメリカンスタイル、東ハトオークビレッジ。水亀座、魚座、お羊座、東ハトオールレーズンプリンセスの新島弥生です。この間 CM の撮影でハワイへ行った時、ウルの海辺へ出てみたら流れ星が一つ。みんなに愛されるスターになりたいな。オールレーズンと一緒に弥生も応援してください。母さん、よしおまたデスコか？お父さん、デスコじゃなくてディスコでしょ？アメリカのうん、このポテコは美味しい。ポテコじゃなくてポテト。トーハトポテコ。あら、ポテコね。軽い塩味のトーハトポテコと投げは。小さい頃使っていたグローブ。毎日のように仲間と遊んだ。父とよくキャッチボールをしたやつ。この味には、そんな思い出が詰まっている。変わらない美味しさ、東ハトキャラメルコーン。せいやせいやん20周年スペシャル第4弾。
6月3日にスタートしまして、セイヤングも早20歳を迎えました。20周年記念月間といたしまして、6月はセイヤングの歴代パーソナリティの皆さんにメッセージを頂戴しております。今夜は最終週ということで、歴代パーソナリティのメッセージがドッと集まっております。まずはあの夜のヒットスタジオで私佐田がマンスリーをやりました。覚えておいてでしょうか。そうです、縦部屋加藤の決心が生まれたあの時です。スタジオにも駆けつけてくれました土井勝さんからメッセージを頂戴しております。お聞きください。土井勝です。まず20年という大変な歴史の中で、セイヤングの灯火を灯し続けてくれた佐田君にまずはお礼を申し上げます。ありがとうございました。私昭和40年だと思うんですけども、真夜中のリクエストコーナーっていうのを始めまして、その流れの中でセイヤング、あるいはまたあのセイヤングだけではなくて、オールナイトニッポンとかバックインミュージックとか、そういうもののあの誕生のきっかけになったんではないかと思いますけれども、なんと週5本の15分番組を録音で撮って、それを1ヶ月分ですから20本分の制作予算が3000円ということで、そんな状況の中で一体どうしたらいいかということで、だったら作者は全部リスナー、ハガキをくれる聴取者にしてしまえと。そうすればこっちはもらうだけですから、作家の先生もいらなければ印刷代もいらないというようなことを考え出したのが、そもそも真夜中のリクエストコーナー の始まりでした。で、そうこうしているうちに、その今まで放送というものが全部リライトされた台本を使って放送されていた中で、リライトするとか台本するお金がなかったのが幸いいたしましてですね、生のままのハガキを読むことができたわけです。これは鉛筆で書いてあるものもあれば、万年筆であれば、あるいは誤字脱字だらけのものもあれば、そういったところからものすごくあのホットなコミュニケーションがあのリスナーとの間にできるようになって、人気が出てきたんじゃないかと思いますけれども、そんな中であのみんなパックとか、あるいはオールナイトニッポンとかセイヤングとかがハガキをそのままリライトしないで、台本にしないで、そのまま読んでというあの形が出来上がったように思います。そんな中、あれからもう20年経って、佐田くんが一人で一生懸命、火を灯し続けてくれているっていうのは大変にあの感激です。この20年を一つの通過地点にして、30年40年とまた後を継いでこの放送をね続けてくださる方がいれば大変に嬉しいと思います。おっしゃる通りでございますね。もうここまで20年までとりあえず佐田が持ち越しましたんでね、これから先はもう皆さんがね引き継いでバンバン行ってくれないと、それは私だって30年40年続けたいですけど、そうはいきませんからね。このまま行って佐田の体力の限界が来てですね、もうちょっと、私もうこの番組をやめさせていただきますなんて言った時にですね、誰もいないということになりますと寂しいんでね、そういうことも考えて、企画も立てておりますけれども、さて、私佐田を含めまして歴代39人、私39人目でございますが、パーソナリティの中で女性はたった5人しかおりませんでした。水沢明さんね、出ていただきましたけど、当時土井勝さんと同じ文化放送のアナウンサーで女性パーソナリティの第一人者といったらやっぱりこの方でございますね。レモンちゃんこと落合恵子さん、こんなメッセージを頂戴しております。セイヤング20周年、そして佐田正史さん、おめでとうございます。その昔20代の半ばぐらいから20代の後半まで私もセイヤングを担当したことがあります。その時出会った聴取者の方々からは今でも手紙をいただくことが多いんですけれども、とても感性と知性が柔らかな時期を、一つの時間と空間を共有して自分を表現したり、あるいは誰かの表現に耳を傾けたり、立ち止まったり考えたりつまずいたりするっていうのは、私はとても素敵な体験ではないかなと思っています。これからも番組長くお続けください。やっぱりあの自分の感性、もう自分の感性をぶつけるだけじゃなくて、あの皆さんの感性がね、この番組に生きてくるか来ないかっていうのは我々の責任でもあります。ディスクジョッキーって言葉ありますけど、実際我々はハガキジョッキーでありましてね、ハガキをどういうふうに乗りこなすか、これが一番大事なことだとセイヤングでは考えているわけですが、さてセイヤングのパーソナリティっていうのは大きく分けますとですね、文化放送のアナウンサー、それから、お笑い、あるいはバラエティ番組で人気のあるタレントさん、それから、僕なんかもそうですけども、いわゆるミュージシャンという人たちですね。この3つに大まかに分けると、そういうふうに分かれます。ここであるミュージシャンの当時の懐かしいテープをお聞きいただきたいと思います。テープを目黒区の斉藤真理子さんが送ってくださいました。そういうわけで、長い間やってきましてですね、
一体2年間何をやったんだろうと思うと、今のさっきのね、松尾くんのですね、はがきありませんが、なんかやっぱり結局ちんたらちんたらしてたなという感じは否めないんですね。アメリカ行ってね、語彙が豊富になったんです。日本語の否めない、やぶさかではない、こういった感じのね。まあしかし、なんですね、ものすごくこの西洋語をやり始めてから、自分のこの、なんていうんですかね、動き方とか、活動の仕方、行動範囲がですね、方向が、非常に裏方思考から表方に回ってきたなという感じがありまして、やたらと千夜軍が始めてから歌い始めたなという感じはですね、ありますね。やっぱり、去年1年間、特に去年1年、ローリングサーティーを作った頃から、どうもなんとなく歌い やりてえなという感じがあって、それまでちょっと休んでいた感じの歌をですね、どうも歌いたいな、もっとやりたいなっていう感じがローリングサーティーで、それは西洋語を始めてすぐ始まったレコーディングですが、それから結局ツアーを始めて、武道館篠島とあってですね、そして、去年の末まで、コンサートをずっとツアーやったんですが、今年もまたコンサートをずっとやっていくっていうこのきっかけを作ったのは、やっぱり西洋宮でこうやって、みんなとハガキでですね、こう、なんていうんですかね、ハガキでトーキングしたり、トーキングアバウトハガキ。何やこの会話。そういった感じですね。まあ電話で話してみたりね。ね。で、俺のファンは男ばっかりだということで嘆いてるうちに、女の子がたまにはですね、慰めのハガキをくれたりね。そういったこともきっかけになってですね、歌うようになったなという感じが非常に否めない。こういう時に使うんですね、否めないというのはね。来年の大学受験の方、高校受験の方、否めないという言葉はこういう時に使うんです。否めないではないかと思うわけですね。非常にいい思い出がたくさん残りましたね。お分かりになりますでしょうか。吉田拓郎さんの昭和55年4月5日の最終回、このエンディングの模様ですね。斉藤真理子さんの貴重なテープ、ありがとうございました。拓郎さんもね、この西洋のパーソナリティの一人だったわけでございますが、今活躍中のハウンドドッグの大友康平さんもですね、実はセイヤングで喋っておりました。リスナーの皆さんにメッセージが届いております。ハウンドドッグの大友康平です。まあ、セイヤングって言いますと、まあ、自分が高校時代、まあ、青春時代、まあ、聞きまくったラジオ番組の一つで、それが、まあ、自分が担当するなんていうことが決まった時に、本当に、まあ、憧れてたことはないんだけども、実際自分がその、まあ、ラジオを聞いて楽しんでいた気持ちに聞いてる人がなってくるのかっていうことは、まあ、一番心配だったんですけども、まあ、やっぱりやりたいようにやるってことが本来そのラジオの姿じゃないかなと思ってて、まあいろんなエピソードありましたですね。まだ当時仙台に住んでまして、特急のひばり号で来ようと思ったら郡山というところでかなりが起こっちゃってですね、特急が止まってしまいました。でそこから急遽タクシーに乗り換えてですね、東京まで来たんですが、もうすでに12時を回ってたんですね。でその時に一緒にやってた松原美樹さんという女の子が喋ってるんです。で僕はその車運転しないんで、その首都高を乗ってもどこが降り道か分かんないですね。でぐるぐる回っていきながら、そのうち運転手さんが、あ、お宅のことを喋ってるよって。いや運転手さん、そんなことはどうでもいいんだ、早く俺はついてほしいんだっていうことで、確かね1時間と10分遅れぐらいで到着しましてですね、まあそんなこともありましたですね。で最初の頃は本当に上がっちゃって、ワイン飲みながらやってたんですね。でマテウスロゼですから、薄っぺらいボトルをいつも飲んでたんですけども、ある日マネージャーが間違えてその倍の大きさのボトルを買ってきましてですね、でいつもドライショーして、飲んでまして、1時間半ぐらい経過したところで完全に口が真ん中でましてですね、その後ずっと曲だけ繋いで終わったってのなんですけどね。まあそうだな、そうですね。それからやっぱりブルース・スプリングスティーンのハングリーハートをいじめてかけましてですね、大友康平の西洋の3曲目はハングリーハートだということで、さっきちょっと思い出してみたんですけど、まあ25週から28週ぐらいやったなっていう、まあ、この辺も男の意地だなっていうことで、まあ最終的に言いますと、まあ1週間の帯でやってた部分でのセイヤングの、最後の時の方で付き合いましてですね、いわゆるまあセイヤングの死に水を取ったということでですね、非常に誇りに思ってますけど、今でもうちにあるんですが、ガッツという雑誌がありまして、その自分の最終回が終わった瞬間に、スタジオで記念写真ですね。そうするとそのスタジオの壁に時計がありまして、その時計の、表示している時間が午前3時05分5秒か6秒なんですね。これは本当になんかすごく思い出に残ってるっていうか、でやっとステージで最近まともに喋れるようになってきたのも西洋のおかげかなという感じがするんですけども、まあとにかく20周年おめでとうということで、でこの後本当に、30周年、40周年、また本当に100周年、200周年、そんなことはないですかね、わかんないですけどね、若者にいい夢を見せてほしいなと、その中でもやっぱちょっと現実のピリッとした話も残してほしいなと、期待してます。大友くんもね、やっぱりこの番組に対する思い出ってのはきっちりありますからね。この例えば
深夜放送の本当にすごいところっていうのはパーソナリティ、まあ、パーソナリティっていう言葉自体に表現されてるようにキャラクターじゃないんです。でキャラクターっていうのはこれは演ずることができるんですね、キャラクターっていうのは。しかしパーソナリティっていうのは演ずることができない、要するにパーソナルですからね、もうまるで揺るがないもの、もともとの資質といいますかね、そういったもので勝負するわけです。ですから深夜放送の一番すごいところっていうのは、例えば大友くんがそのブルース・スプリングスティーンを26週だか28週だか続けて毎週かけたと、こういう意地の張り方っていうのがね、僕は好きなんだな、そういうのやりたいね、この番組でも。だから例えば、はがきを読んだりなんかしてる、まあ、僕はさっきはがきジョッキーって言いましたね、はがきジョッキー、みんなが何を考えてるかバランスよくいろんなはがきも持ってこないといけない、それからちょっと話すのも辛いけれども話をしなきゃいけないことってのはきっちりありますからね。でただこのところね、非常に話したいことが多すぎて、空回りしてるっていうところもたくさんありますけれども、その辺のことはお許しいただきたいと思います。まだちょっと時間がありますが、どうしましょう、おはがきに戻っていきましょうかね。この時間ずっとメッセージをお送りするつもりだったんですけど、トン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 と行きましたんでね、少し時間が余りました。バンバンはがきを読んでいきますよ。明るいもの、重たいもの、いろいろございます。では読んでまいります。わけのわかんないはがき、私の好きなタイプからいきましょう。平木康弘、ふはっはっはっは、うまい、うまいわ、やっぱ寿司はうまいわ、今寿司屋から帰ってきたとこなんだけど、うまいうまいうまいものを食べると朗らかになってしまう。久しぶりに寿司屋に行ったんだですね久しぶりに寿司屋に行って、なんかわかんないけど嬉しかったんでございますね。うまいものを食べると、うまいものを食べると朗らかになってしまうね。そらね、それはある、誰でもね、誰でもある。うまいものと、まずいものを食べると、まずいものを食べると暗くなってしまう。匿名希望、匿名希望さんいらっしゃい。化身はね、町田市ですね。先月主人が工事現場で怪我をして1ヶ月近く入院しました。あら、これ大変ですね。いつも忙しくて週に 2,3 日しか帰れない人で、留守には慣れていましたが、いざ入院となりますと自分でも信じられないほどショックでした。夜熟睡できないんです。朝はそうですよね、やっぱり頼りにしているご主人がね、現場で仕事中に怪我を、心配ですわ、それは心配です。もしもの時には労災がある、生命保険があると思ってはおりましたが、そんなものでは補いきれないものですね。おっしゃる通りですよ。今までは疲れて帰ってきているのが分かっていても愚痴をこぼしたりしていましたが、これからはせめて家庭だけは居心地のいいものであるように努力したいと思っています。6月7日に退院した主人はまだギブスの取れない右手を抱えて、次の日から仕事に出てまた3日に一度しか帰らない人になりました。佐田さんもそうですが、男の人には大事な仕事というものがあって家に帰れない日もあるでしょうけれども、留守を守る妻たちの気持ちを思いやり、身も心もいつも健康でいてほしいと願っております。皆様どうぞ無理をなさらずご自愛くださいませね。本当ですよね。ディレクターの平井君もですね、もうほとんどね、子供とゆっくり遊ぶ暇もないというぐらい仕事に追いまくられておりますし、土曜日佐田が地方でコンサートやっておりますと地方まで来て一緒にこうしてねやってる。これは大変な苦労ですけどね。知らない人はね、 いいねなんて、名古屋いいじゃない、いいじゃん、社長子食べてくんの、きしめんと社長子と間違ってくださいね、そういうこと言うやつがあるんですよ。これはね、当事者ってのはこれ結構しんどいんです。これはね、移動エネルギーの話はご存知かと思いますけどね、移動するだけでエネルギー使うんですね、これ、時間じゃないんですね、距離なんですね。これやっぱ疲れるらしいですよ。いろいろありますがね、元気で、本当におっしゃるように元気で頑張りたいと思っております。あの時無理をしなければなんてね、後で後悔しても遅いですからね、とか言って無理をしないと生きていけない佐田はどうしたらいいでしょうか。藤沢市の松本敏子さん、小学校6年生の息子、中学2年生の姉の数学の教科書を見ていて、急に、お母さん、この教科書怒ってる、なんで怒るの。中学になると問いの文が、何々を解け、何々で答えよ、通分せよという命令帳になるんでびっくりしたんでしょう。私が中学に入って驚いた時のことをついこの前のように思い出してしまいました。お母さん、この教科書怒ってるなんで怒るの。言いたくなる時あるよね。高速道路のあの筋とかね、右へ寄れ速度出すなとか、あらすごいものがありますけどね。
うん、そうですか。たくさんおはがきをいただいてる、たくさん読みたいんだけれどもね、これから岩手放送の皆さんをお待ちする格好になりますね。さだまさしの声援、声援後20周年スペシャル、この番組はハートも美味しいの東ハート製菓がお送りしました。引き続き声援アネックスでお楽しみください。皆さんいらっしゃい、さだまさしでございます。さだまさしの声援第399回、声援20周年スペシャル、名古屋の東海ラジオから生放送でお送りしております。この時間おなじみのあの方を呼んでみたいと思います。勝さん、おい、でどうすか。いいっすよ。あ、もう必ずいいですね。どうも。どうしてもいいですね。いいんですよ。そうですか。うん、早速いきますよ、勝さんのクイズですよ。はい、今夜の回答者ですけどね、はい、村井妙子さん。もしもし。もしもし。村井さん、はい、どうすか。とってもいいっすよ。とってもいいっすか。はい、いいね、みんな明るくて、ね、そっかそっか。今日はね、盛りだくさんでございましてね、あんまり時間がないんでトントンといきますよ。はいはい、いいですね。はい、名古屋市の村井妙子さんに問題を、勝さんお願いします。はいはい。じゃあですね、はい、安比高原牧場の横には、はい、広さ1万坪、大体3万3千平米のあるものがあります。うん、あるもの。はい、さて、この1万坪のあるものとは次のうち何番でしょう。いいですか。はい、よく聞いててくださいよ。難しいですよ。また1番、これからの時期、ルピナスやオニゲシなどが咲き始める1万坪のお花畑。2番、私カツが汗だくで掘った1万坪の落とし穴。3番、世界でただ一つ、ウルトラマン対ゴジラ専用のテニスコート。さあ、村井さん、難しいですが、何番でしょう。1番。お、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。すごいね。すごいですね。はい、勝さん、何をプレゼントしましょう。はいはい、今日すごいですよ。何。あのね、うん、バッピのね、うん、オリジナルのホテルのオリジナルのバスローブ。バスローブ、いいね。いいよ。村井さん、村井さん、はい、バスローブだって。いいね。はい、よかったね。はい、着方知りませんけど。着方知らないって別に浴衣みたいに羽織ればいいんですよ。はい、うん、あ、そうですか。よくアントニオ猪木さんなんかガウン羽織ってるでしょ。ああいう感じで着てもいただければいいんです。はい、風呂上がりにどうぞお使いください。はい、ありがとうございます。勝さん、どうもありがとう。はい、どうも。今、フロムへ持ってるんだ。ザ・社員特集なんだ。一緒に読みたいんだ。社員や契約社員の特集でしょ。だから、部屋に入れて。この次のフロムへは、社員、契約社員特集。その名も、フロムへ、ザ・社員。その人なりの、フロム A。火曜日発売。アルバイトを見つけるペーパーマガジンって、知ってる知ってる、ニューヨークの大通りの。それはブロードウェイじゃなくて、作品が興味ですって見やすい。分かった、アイドルの写真でしょ。それはブロマイド、読み物イベント盛りだくさん。ほんとこれは痛い。それはブロレース100円の結婚してくプロポーズでしょ。毎週火曜日発売のフロムエ。違う、それはフロムエでしょ。その人なりのフロムエ。カーセンサーレディオインデックス。ここまで迫った国産車の実力、ニュースカイライン、ソアラ、シーマほか、特集国産車対輸入車5番対決、そしてアコードセリカをはじめ、今年登場のニューモデルイラスト予想、さらにボーナスで10万円得する新車購入ガイド、充実の新車情報満載、カーセンサー今発売中。長野のグレープ復活友の会、篠和ちゃんからもいただいておりますけども、ね、はい、リクエスト曲、吉田まさみちゃんの晴れのデビュー曲、デビュー曲デビュー曲が茶柱温度、これをリクエストにお答えしましてね、今日はウィズパーカッションでね、ウィズパーカッションで参りたいと思います。はい、あ、ワン、あ、ツー、あ、ワン、ツー、サン、ユー、あ、東京の方も茶柱、茶柱、新州の方も茶柱、茶柱、あ、市川の方も茶柱、茶柱、いつまでやんだろうな。沼袋の方も茶柱、茶柱、茶柱、茶柱。お茶、お茶、お茶はいかがですか。あ、茶柱温度です。
あと驚きの方も魂だ魂、目黒の方も魂だ魂、三鷹の方も魂だ魂。俺ちょっと待って俺ね、つなくなってきた。あとね、あの、ね、ここに書いてあるのあと2つぐらいで、ね、あれめっちゃ下手なのあったんだ。それが妙に受けてしまってね、相変わらず少しも変わらないね。私は昔からなんかバカげたことが好きだったんですね。もうバカげたことしかし好きじゃなかった、ね、バカげたことしかしかね、うん、本質的にはね。これは強力ですね。強力ですね。チャッパシンだ、チャッパシンだ、もうチャッパシンだって何なんだろうね、あれは。宴会ですね、これ。宴会、ただの悪ふざけでございますよね。懐かしい。これは、岩井のり子さんが送ってくれました。所沢市の岩井のり子さんが送ってくれました。昭和51年3月26日と言いますと、次の週には、制約が終わるという、終わる前の週にこんなことを私たちやっていたんで、もう、センチメンタルのかけらもございません。実に情けない感じがいたします。さあ、お待ちどうさまでした。ここで、制約20周年記念、なんと200名に当たりますスペシャルプレゼントのお知らせ。はい、セイヤングでは創業20周年を記念いたしまして、セイヤング創業20周年ご祝儀手ぬぐいを作成いたしまして、皆様にお配りいたしたいと存じます。この手ぬぐい、ご覧くださいませ。ラジオよくご覧くださいませ。この手ぬぐい、どういったものかと申しますと、来てるご覧くださいませ。来てる。歴代パーソナリティ39人の名前が糸鮮やかに染め抜かれました日本手ぬぐいでございます。何しろ20年に一度しか手に入らないというめでたい手拭いでございます。セイヤング創業20年ご祝儀手拭い、ご希望の方はおはがきに、今後セイヤングでパーソナリティをやってもらいたい人の名前、1名推薦ですね。推薦していただきます。その理由、またその人が無名の場合にはその人となりをお書き添えの上、郵便番号 160-02 文化放送さだまさしのセイヤング、ご祝儀手ぬぐいの係までおはがきをお寄せいただきたいです。これなかなかいいでしょ。これはいい、値打ちもすごい。これ値打ちもんだ。創業20年セイヤング、これね、業界の皆さんにもお配りしたりなんかしましてね、平井が自分のディレクター生命と首をかけました。かけて、これは何百本も作りましてですね、そのうち200本を皆さんにプレゼントする。すごいな、これはすごいものです。ご覧ください。欲しい、これは欲しいね。これ俺も欲しい。グレープってのが入ってるのが嬉しい、これはもう吉田にもあげよう。吉田にもあげよう。喜ぶだろうな。あいつなんか会社で配るかもしれないから、いくつかもでね、かっぱらってきてあげようか。さて、締め切りはですね、6月30日の消印有効でございます。もう随分たくさん頂戴しておりますけど、まだまだ、チャンスはたくさんございます。何しろ200枚でございます。200枚。平井が奮発しております。さて、電話が入ったようですね。もしもし。あれ電話はまだですか？電話は繋がってない。もしもーし。もしもし。あれ？もしもーし。もしもし。こんばんは。もしもし。もしもし。聞こえますか？聞こえますよ。いやー、どうも、こんばんは。どうもどうも。いやいや、急に声が遠くなっちゃったんで、ね。あ、そうですか。はいはい。橋田典彦さんでございますね。橋田でございます。橋田さん、久しぶりですね。もう久しぶりっていつ頃ぐらいだろうな。もう、だって、昔、一回野球やったでしょ。野球をやったね。あの時以来じゃないですか、あの芝公園で。そうそう、サダブラザーズ。そう。あの、弟かなんかが。そうそうそう。サード、で、何サダ君がショート、サード、ピッチャーやってたの。僕はピッチャーやってたんですよ。それで弟がサードで。そうそうそう。ほとんど1、5巻で全部処理されたという。そんなバカな。ホームラン1本打たれちゃったね、それで。橋田さん、45年の4月から47年の10月まで、セイヤングやってらしたんでしょ。4月から7月まで。ね。わずか3ヶ月で終わっちゃったの。2年。あ、2年ね。2年半ぐらいですよ。あー、そんなに長くやったのか。なんか印象に残ってることあります？いや、あれね、最初一人でやってたんだよね。ずっと？そう。あら。それで、佐田くんなんか知ってるかな、北山治っていうのが、はい、はいはい。俺の相棒、かつてフォーククルスラーズのね。もちろん。うん。相棒がいて、で、彼が、はい。TBS でタックインミュージックってのやってたんだよ。ところがね、で、僕はまだ一人でディスクジョッキなんかやったことなかったんだけど、なるほど。文化放送で、ね、確かね、あれ火曜日だったかなんかでね、ね、裏にぶつけたいって言うんだよね、文化放送が悪だくみして。過酷ですね、放送局っていうのは。そう。で、北山治がね、それで泣かれちゃってね、俺も、じ
じゃあ面白い、まあ、あのつい何ヶ月前まで一緒にあの、ね、グループやってたのね。そうですよね。西山さんが先にパックインミュージック始めて、ええ、で千円ヤングやらないかって言うんで、ええ、裏番組でやりたいって言うんだよね。それで俺もまたほら村っ気なというか気まぐれな人間だからね、ええ、あのじゃあそれは面白いんじゃないかって乗っかっちゃったんだよね。かいろんなことあったんですね。それで裏に入ったもんだから、ええ、でまずそのことが事前に情報が北山治に、まあ、僕が言ったんだってかな。なるほど、ね、そしたら彼に泣かれちゃってね、それはないっつってね、うん、お互いに共食いじゃないかっつってねもうボロボロ泣かれちゃってね本当に。それでもいやでそれでそんなに彼がそんなに深く傷ついてるってことを知らなかったもんだからね、ええっていうか俺も鈍感なんでね、とにかく横着な人間だから、うん、それでね曜日変えたの結局。あ、そうなんですか。そうなの。それで水曜日始めたんだよね。そうですか、うん、でも鈍感だとか、なんだとかおっしゃってますけど、はい、あの読ませていただきましたよ。お父さんご飯まだ。ああ、ありがとう。偉いですね。いやこの苦労がね、うん、あの痛いほど伝わってきましたけどね。ああ、そう、これあの映画になったでしょ。そうなの。風のアルペジオっていう風のアルペジオ、うん、タイトルで、ねえ、江藤潤とかね、大谷直子があの我々の家族つまり夫婦を演じてねやってるんだよ ね、かこれだけど本当苦労したもうご苦労なすったのがねよくあのうまいですねそれで文章ね、うん、あいやいやすごい まだ ね、 ねあのそうそうまだあの不本意なところいっぱいあるんだけどね。ああそうですか。あ今これあの夢を探して主題曲ですね映画のね、はい、流れております。こう僕ね、うん、あのセイヤングいまだにこうあの突っ張って一人でやってるんですけどね。偉い。いやそれ聞いてね、俺も古類を守ってるというね、古形を守ってるというね。いやいや、うん、そんなことはいいんですけど、ね、深情けで例えばね、うん、あの橋田さんね、うん、今からまた深夜放送やらないかとか言われたらどうします。あやりたいね。やりたい、うん、おおいいですね。いややりたいけどね、今ちらっと聞いてたけどやっぱり佐田君あの相変わらずやっぱり非常にこうテンション上がってるね。テンションが上がってる、うん、あのそのほれそうやってほれ若者ぶれないねもう今僕はね。なかなか声が渋めになっちゃってね。そうかしら、うん、でもなかなかいいテンションというかあのやっぱり俺最初ふっと今聞いた時になんかあの、うん、やっぱ話しかなしゃべってんのかなという感じはあったね。うん、そうですか。あれだけのテンションではなかなかやらないけどまたそれはそれなりに味わいのあるね、うん、四十男のね。そうそうそう、うん、大人になりきらない大人のね。何もね、うん、若者向けだからってテンション上げてね、うん、ギンギンにギャグやらなきゃいけないもんでもないし。だよね、うん、だからそういう人がいてもいいじゃないですか。そうだね。ねえ、うん、大変でしょうけどいろいろ頑張ってください。そうですね、はい、でもしも機会あったらまた深夜やってくださいよ。そうですね。ね、うん、面白いね、すいません、はいはい、ありがとうございました、はい、どうもありがとう。あんまり時間なくて、はいはい、どうもありがとうございました、はい、それじゃあどうも、ね、はい、AB ロード。やっぱり西海岸の風に吹かれたい。ロシアサンフランシスコで陽気なバケーションを楽しむ特集。ハワイでおしゃれにクルージングしたりモルドビア多湿でこんがり肌を焼くのもいいな。いい旅見つける旅行情報誌 AB。今フロムエーも手に入れた。ザ社員特集なんだ。一緒に読みたいんだ。社員や契約社員の特集でしょ。だから部屋に入れて。この次のフロムエーは社員契約社員特集。その名もフロムエーザ社員。その人なりの。フロム A 火曜日発売。この番組は徳間音楽工業ほか各社の提供でお送りしましたね。残り2週間だからものすごくいっぱいハガキを待っております。郵便番号160番、東京都新宿区文化放送西安宮、火曜日担当浜田翔吾です。ガッツ。浜田翔吾さんがね、セイヤングをやっている頃のオンエアテープ、テープを送ってくれたのは山形県の大木和恵さんでございます。セイヤング20周年スペシャル、歴代パーソナリティからのメッセージ、最後は浜田翔吾さんからです。どうぞ。こんばんは、浜田翔吾です。セイヤング20周年、おめでとうございます。僕がセイヤングの DJ をやったのは1980年の1月からそれから9月までです。ちょうどセイヤングが始まって11年目ということでちょうど真ん中あたりでやったことになるんですが、まあたくさん思い出があります。初めて2時間生で
DJ をやるっていうんで、本当に毎日毎日やる。その確か金曜日だったのかな、その日が来るまで落ち着かないっていう感じでね、何を話そうか。話すことがある日はいいんですけど、話すことのない日がもう辛かったりとかね。でね、なんといっても思い出は急性肝炎というのをやりまして、コンサート、確か福山でコンサートをやって、途中倒れながら終わった後、その日がセイヤングの放送日ということで、広島の RCC スタジオから放送したわけなんですけど、頭に氷のを乗っけて、熱が39度いくつぐらいあって、でも最後までね、ディレクターの人たちにすごい助けられながら、その番組をやり終えたっていうのは今でも誇りに思ってるし、すごい今になってみれば楽しい思い出です。初めて番組でかけた一番最初の曲は確かブルース・プリングスティーンのボーン・トゥ・ランで、2曲目がカイバンドのヒーローだったかな。で3曲目がブームタウン・ラッツの、マンデーだっけな、哀愁のマンデーかな。それは今でも覚えてますね。僕たちがセイ・ヤングをやってた頃っていうのは、まだコンサートツアーっていうのが日本のポップシーンの中で定着していない時代で、みんななんとかコンサートに人が集まってくれるようにラジオを通じてとか一生懸命こう電波を使ってコンサートに来てくれ来てくれと言ってたような気がします。でそういやってたことが今やっとその実を結んだなっていう感じがしますね。そんなセイヤングがずっと20年も続いて、いい番組であり続けるっていうのは本当に嬉しいことですし、これから先も30年40年と続いてってほしいと思います。ですから今頑張ってるのはさださんなんで、さださん頑張ってください。そのうちまた若いやつが出てきて、あなたの後を継いでくれると思います。頑張って。ね、浜田省吾さんからのメッセージなんですけどね、本当に今でこそコンサートっていうのはね、勢いのある人たちっていうのはお客さんたくさん来てくれますけど、一時期コンサート会場からお客さんがバーッと足が遠のいた時期があってね、その時代にやっぱり浜田省吾さんなんかもね、彼なんかでも苦労した時期がある。でその頃に、まあなんていうんですか、プロモーションの一環として、このラジオ番組をやったりなんかねしながら、どうか本当に今彼が言ってたみたいにコンサートに来てくれないかという思いっていうのはかなり強かったと思います。実際にグレープ自身もね、セイヤングという番組を持たせてもらって、そしてそこで常にコンサートにみんなが来てくれないかなって期待でいっぱいだった、そういう時代があったんですね。あの頃は何しろグレープのコンサートちょっと満杯になりませんでね、半分ぐらいお客さんがいてくれればおーよかったなみたいな、そういう世界です。何しろ解散コンサートでも函館では空席があったというような、そういう時代だったですからね。だけど今は楽しみ方がみんな変わってきてね、そして、まあこれは全体的に言えることだけども、ラジオというものが一旦見放されて、でテレビにみんながわーっと向いてった、そして今テレビが見放されようとしている時期に来てるんですね。ラジオ復権の時だという気がするんですが、ラジオの本当にやっぱり一番素晴らしいところはこの即時性っていうか同時性っていうかね、こういった機動力っていうものをもっともっとラジオが活かしていってですね、特に僕たちのやってるようなこんな感じの番組っていうのは、もっともっと増えていいっていう気がするんですね。セイヤングというものを僕があえて、一旦はもう終わった、それこそさっき大友君が言ってたみたいに、死に水を取ったんだっていう、なんかある種の自分のこう誇りみたいなものがあるって大友君がさっきテープで言ってくれましたけど、実際にはもうセイヤングというのはこれは終わった番組なんです。気持ちの上ではね、ただ僕の中では終わってなかったということですね。でセイヤング文化放送、セイヤングというものに対する思い入れがあまりにも強すぎたがために、まあ人の迷惑顧みず、深夜の時間枠、残念ながら昔と同じ時間枠は取れませんでしたけれどもね、土曜日の夜11時から12時半という時間、まあこれは文化放送だけですけれども、名古屋大阪の皆さんにはね1時間、そして岩手の皆さんには30分しか聞いていただいてないんですけども、どうにか時間が欲しいということでもってこれをやったのはなぜかということをね、僕はここへ来てねもう一度自分で確認しようと思っていたんですよ。
でなぜそうまでして、実際にしんどいのはしんどいんです。こうして今日も鏡原でコンサートが終わってここに来てる、まあ確かにしんどいんですけどもね、なんと言ったらいいのかな、空間がねなさすぎるっていうのかな、余白がなさすぎるんですね。今の時代性っていうのは余白をどん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 埋めてしまう。そして、このね、例えば非常に僕は今難しいこと言おうとしてるから言葉がごちゃごちゃになってごめんなさい。つまり何か一枚の紙があるとする、そこに何かを書き込もうとすると、びっしりと紙いっぱいに書き込まなければ怠惰だとか、それから手を抜いたとか、もったいないとかっていう言葉がそういうところで使われるんですね。余白というものがどんどんなくなってきている時代、そして逆に今度はそれではいけないという反動として、余白ではなくてもう一枚別の紙、白い紙を用意してそこで休もうよと、そういう時代なんですね。まあ僕はこれがどうも気に入らないというのかね、生活の中に余白がないというのはとても辛いんです。うん、その余白の一部として僕はこのセイヤングというのは皆さんのはけ口、はがきを読んでますとね、いろんな意味でこうみんなの欲求不満や不平不満のはけ口になっているところがあります。それと一つ何か自分の感性というものが果たして自分で信用していいのかな、いけないのかなっていう人たちが一生懸命僕に問いかけてくれる。で僕はそれを読むことによって一生懸命答えようとしている、まあ、はがきジョッキーなんですがね、これはねやっぱりこの喜びっていうか、まあ、この時間帯になってよかったなと思うことが一つあります。それは1時間もしくは1時間半っていう限られた時間ですけれども、割と聞きやすくなったのね、この時間になったってこと、聞きやすくなった、これはとってもいいことだけれども、もっともっと無駄な時間を作りたいという気がしますね。無駄な時間、一見無駄な時間、一見無駄、僕は世の中に無駄っていうものはないと思ってるから、どんなに無駄なことでも無駄じゃないと思ってるから、そしてその無駄、一見無駄なことに一生懸命やってる姿っていうのがすごい好きだから、つまり深夜放送なんていうのは余計なおせっかいなんです。皆さんの生活にとってはさして必要がないことなんです。これがなくても生活のリズムは作れます、生きていけます。おせっかいなんです。これを聞いてる人はおせっかいを焼かれることが好きな人たちかもしれないし、またおせっかいな人たちが多いんじゃないかと思います。人の青春や人の人生観や人の感性に、刺激を受けたいと思ってる、ある意味では謙虚、ある意味では好奇心が強い、ある意味では、覗き見みたいな趣味、まあ僕はそれをあえて好奇心と言いたいんだけれども、セイヤング、まあ僕が約8年やってきました。このまま終わらせたくないんです。さあどうしよう、これはもうみんなが考えてくれるしかない。僕は自分のできる範囲で一生懸命今やってます。まあ決して冗談ではないんだ、セイヤンが復活するまで俺はやるって言ってるのは決して冗談ではない。それで文化放送の、僕はこれは一つの、まさにセイヤングというのは文化だったと思うのね。文化、まあ今文化がないとは僕は言わないけれども、若者、そして夜働いてる人たちをつなぐ一本のね、まあ、本当に架け橋だったような気がするんですよ。これを僕で終わらせたくない。さあどうしよう、これはみんなで考えていきたいことですね。文化放送の人たちも今回20周年というきっかけがあって、一生懸命このセイヤング深夜放送というものをもう一回見直そうとしてくれてます。みんながまた集まってきてくれて、夜文化放送、若い子たちがうろ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 して、深夜放送、元気のある、一番人気のある連中がスタジオ占拠して、好き勝手な余白の部分をね思い切り使う、まあもしもそういう時代が来たら本当に僕はもろ手を挙げて喜ぶだろうなと思うんだけどね。まあもっとも今どうかな、みんなドライだから、忙しければ忙しいほど深夜放送なんかやらねえって言うかな。いろんなこと考えちゃうね。結論は出ません。まあ結論はおいおい、この番組を僕が続けるということで出していきましょう。ガストレターです。名古屋市のペンネーム、もしかしたらカニエアナウンサーと親戚という方からねいただいております。突然ですけども、生きている責任というのは何なのでありましょう。先日アメリカで留学生が胸を撃たれて亡くなったという事件がありました。実はあの子は僕の妹の友達だったんです。妹は小学校時代から仲が良かったらしいんです。僕も妹とは人違いなので、話したことはないまでも見かけたことぐらいはあったに違いないと思います。あまりに突然なことだったので、妹は僕にただただどうしようというばかりです。
僕には何もしてやりませんでした。そういう時何をしてやればよいのでしょう。ただ慰めるぐらいしかできないのでしょうか。実は僕も昨年の秋交通事故で中学時代の仲のいい友達を亡くしました。この時僕も初めて信じられず友達の家にお参りに行くことで、あ、本当だったんだなと思うことができたぐらいです。本当に人間はどこでどうなるかわからないというか、いつ死んでも不思議じゃないのかなと思ってしまいます。それにこの間僕が中学の頃告白して振られてしまった女の子に会いました。その子といろいろな話をしたんですが、その子も昨年の秋お父様を亡くし、お母様が病気になってしまったんです。そのことを知って僕は何もしてあげられなかった。佐田さん、人が亡くなるってとても悲しいことですよね。僕たちはどうすることもできないんです。ただその人の分までも一生懸命生きること、そう思いませんか。まあ、セイヤングについての僕の疑問も彼が全部言ってくれたような気がします、うん、ただ一生懸命やること、本当にその通りですね。命ということを考えるとあまりにも心が重くなるような事件が続いております。元気出していきましょう。元気出して負けちゃいけない、自分の分野で一生懸命やりましょう。4回にわたってお送りしましたセイヤング20周年スペシャル、いかがでしたでしょうか。懐かしいテープを送ってくれたリスナーの皆さん、そしてメッセージを送ってくれた歴代のパーソナリティの皆さん、本当にどうもありがとうございました。来週はさだまさしのセイヤングになりまして400回を迎えるんですよ。400回を記念して、そして20周年スペシャルの番外編として海洋茂さんをお迎えして文化放送から生放送でお送りします。今週も最後までのお付き合い本当にどうもありがとうございました。なんかね、気持ちだけ先走って空回りしちゃったところもあったかもしれない、どうぞ許してやってくださいね。また来週元気でお会いしましょう。お相手はさだまさしでした。